はようございます。おはようございます。イサピョンです。おはようございます。はい今日はお店がお休みなので、トスプレミアムアウトレットモールに行きたいと思います。そう、なんか今までこれまでね、結構いろいろお休みがあったりとかしても出かけることって少なかったんですけど、最近ちょっと出かけようということでいろいろ出かけるようになりましたね。そうですね、うん、なんか別に伝統的なことをやっていくのに、開けてよか、どうぞ。伝統的なことをやっていくのに新しいことは別にどうでもいいよみたいなのじゃなくて、ちゃんと知ってはいた方がいいなって最近ちょっと思うんですけど、その辺どうですか？14代は。そうですね、まあ店の作り方も見るところも勉強になるんじゃないですか。うんうん、ですな。ということで行きたいと思います。ここから入ってやる、うん、1箇所目は二之助目。本日トスプレミアムアウトレットに来ております。久しぶりに来るのでいろんなお店見て回りたいと思います。ウーマ見たいんじゃない？わざわざトスプレミアムアウトレットで娘ちゃんが買うガチャガチャ、ここでなんで買うまあ綺麗だけどさ、ね、造形的には綺麗だけどさ、でもなんでここで。車の中からなんか多分どっかのテレビ番組で見たような気がするので、寄ってみようかと思います。突発的に寄ったこのグリーブラッツ、このメロンパンがめちゃめちゃ絶品でした。14代が2個目です。おかわりしてます暑いの我慢して割ります。ほっほっほっ、暑い、ていただき。14代メロンパン最高でした。はい、5名を買ってきましたそうそう、メロンパンのなんかこういうお店でおかわり2回目買いに行くって結構珍しいよね、うん、大満足。久々やったね。ね、本当ね。通り過ぎて帰ってよかったね。そうそうそう、一旦実は引き返したんです。うわ、でも行ってよかった。ここ何？石炭基地？トスの。要するにほら、あそこへ滑車にこう入れたりさせた。へえ。さすが先代が SL 運転手だっただけあった分あるね。なんか広かったよ、ここ。こんなホテル。そうなんだ。うん、ほら、鹿児島本線も入ってくるし。うん、それはなーに？これ J リーグのある町で、おお、北九州、福岡、長崎、鳥栖、大分、熊本、鹿児島、宮崎ないんだ。宮崎の中で、へえ、すげえ、佐賀中心やん佐賀鳥栖、頑張ってほしいね。15位や、今15位って書いてあったね何チームだった？18位かな。何チーム？ 18位と17位は落ちてくっちゃうね、もう自然。うんうんうん、で16位が入れ替え戦なって、うん、ギリギリ。そっか、もうちょっと上だね。もうちょっとね、練習すれば上がってもらったよね。そうだね。ああ、出てきた、あ、いた開く、はい、
鬼滅にハマっている14。意外と鉄分多めの14台。鉄分多めの14台。帰りましょうか。帰ろう。はい。じゃあそろそろ次の吉野狩りに行くと。はい、吉野狩りですね。でも吉野狩りはまあまあ仕事なので、この駅前スタジアムをバックにしながら終わりにしたいと思います。それではまたね。はい。サガントスカラーの駅前不動産スタジアム。最近あんまり来てないけど、頑張れサガントス。またねー。